被災者の避難所生活が続く中、ペットの病気やストレスも心配されています。能登町では獣医師らによるペットの無料診療が行われました。心臓の音とかもしっかりしてるな。県獣医師会はペットを連れた被災者を支援しようと、獣医師6人でペットの健康チェックや応急処置などを無料で行いました。ペット専用の移動診療車ワンニャン号の前には、大切なペットを見てもらおうと朝から多くの被災者が列を作りました。地震があってから食欲がない。爪切り、家も近くなんでありがたいなと思って。安心しました。大丈夫やよ、暖かいとこに預かってくれるよって。少しでも、お手伝いができればなということで、料金はなしということでさせていただいております。これが始まりで終わりは長いんで、まだまだ先あると思いますので、一生懸命、数多く回っていきたいと思っております。今後も巡回を続け、次回は今月11日に志賀町で行う予定です。